あっちゃんです。今日2月の23日金曜日、あっちゃんちの晩ご飯は、フグの唐揚げあげたいと思います。温度が高くなった。ちょっと低いな。出しましょう。温度下がっちゃった。
フグの唐揚げ揚げましょう。市販機の方がスーパーでできたやつが売ってきたとか、混ぜたらしまいって売ってた。周りの甘いやつはね、やっぱいらないといけないと。それでラスト、ポテト。これも今回ね、冷凍買ってみたんで、冷凍のポテトをあげます。で、トリュフソルト、トリュフソルトを、フグさんにかけます。温度が一気に下がってしまう。これが必要になります、
では食べましょう。はい、できました。唐揚げ、フグと鶏の唐揚げとポテトとサラダ、大根と人参ときゅうりのサラダと赤もくとわかめのスープ、だしは出てとった昨日のしゃぶしゃぶのやつで、では食べたいと思います。ではいただきます。もう子供食べてんね。どう、うん、唐揚げ美味しい。フグ食べない、いただきます。フグいきます。トリュフソルト、フグ。あ、毒でしびれる。ん？毒でしびれたせえの。毒なかねば。おいしい。おいしいね。トリュフソルト合うわ。どう？おしんげ。おしんかよくなる。ベロ出しな。ベロ出し、舌出しな。ピースしたい。誰が？おしげ？おしげ。うん。あれこれ大変な感じで。それな切り間違いで細く切ってしまって。よからある。あ。うん。おいしい。パフューム。うん。パフューム。何？ポリウズム。ポリウズム。うる。え？これ。うん。出てきた。ヒカキン取り。いつもの。赤くないぞ。うめ、周りが赤い。わかん、これは赤いぞ、消えてもやる。大根、今日は足らないわ、食べてみ。理由がある。足らないわってわかんねえ。辛かったよ。いいからでよ、わかる。昨日辛いよ、ね、わからへんね。辛いなかったから。なんで？さらに、辛し辛し抜いて、辛みを。待ってやる。うん。おいしい。めっちゃおるやん。やばい、この人何これ誰か分からん。誰ちゃん意味分かれん。うわ、もう分かれん。ブームの時踊ってやつしちゃう。うん、下手くそ、下手くそ、うん、手抜いたん、最後、うん、もう打つらへんやろ、どうに、うん、やばい、ホースやんな。やばいの、うん、は引っかかる。タモリや。タモリ。おたかちゃうみたい。AR。よくなかった。音楽番組よくなかったもんね。これ見ます。わお。メニューに移動する食生活を送るようになる。高橋ですね。こけた。うん。でも持ってきた。高橋ですね。で、周りの人に、かっこいい。誰や。高橋ですね。はい。しおりくんや。もうさんや。出てるの声飛んだってやつ。うん？声優が出てるの声飛んだってやつ。テレビは声なかった。テレビ？声優が出てて飛んだんじゃない。声優出てて、どうでしょう。声優何がや。高橋一平だ。一平だ。また言うの。高橋一平だ好きやな。
違うの使わせて、ペーターよ。じゃあ、誰やなんて名前や。高橋一生。高橋一平って。あれや。高橋さん、やりたいことがあると。ドクロベ。まずドクロベ。ドクロベは。いやいや。ええ、そちら。ドクロベやる後ろで話してる。これよ。そうそう、ドクロベ。中橋さんがどうしても行きたかったというのがこちらのお店、その名もコーヒー。高橋名人だよ。なんで16連射そんな連射入れないわ。オタクダンスって言ってるけど、片手であれ16連射いくの知らん。両手で17連射調子ええ時が高橋名人も調子よかった。17連射すんの高橋名人あんのにとってもない。お久しぶりです。嵐よりはすごいけど、あれや、結構ゲームうまい方のやつやろ。ハーデ連射するの。やるけど、そいつ、普通じゃないかもしれないけど、うん、高橋一平だ。一平何よ。なんで絶対ゲームうまい。なんで普通よりうまくてさ。高橋名人やねんな。高橋名人くらい連打早いねんけど、途中で疲れんの。持ってんの5秒。勢いよくないの。連射早いと自慢にならんわ。何にもかっこいいことない。2代目高橋名人ハゲんじゃん。いらんわ。2代目やから大丈夫。違うみたいな。カラゲのニャミヤしてる。うん、うん、カリッターってのは下の方失敗して1回目。なんかコロナのな先端を作動で本で上がってなかったよ。何ぐらい足してましたけどな。上の方が綺麗にあったよ。じゃあうにゃうにゃうさ上にもうちょっとあったよ。うん、ドクロベの声のやつさ普通の声なんか知らんけどめっちゃドクロベの声抜けてないやん。うん、じゃあ上のこっちアニメのとこ行ってんねん。こんなうん、ドクロベのものまねする人よ。元のクルベ死んだからな。で、モノマネの人が今のタイムボーカーのドクロベン超えしてんねや。本当だ。うん、だから無理にニヤしてるから、ニヤした声や。じゃあ、ここのドクロベは？ね、偽物。あの、今のドクロベンや。ほんまの、あの、タイムボーカーの今の。あれはドクロベじゃない。ん？ない。ドクロベちゃんって分かんない。ドクロベちゃうの？あ、アクダマさまいな。アクダマか。うん、赤もく美味しい。赤もくやったっけ。なんか、変、うん、うん、スーパーで見つけて買って、また紹介するわ。押したいです。じゃあちょっと高橋さん、押してみませんか。はい、天国で働いてるから。ゲームのスイッチ連射すんの。カメラマンちょっとだけ下手くそや。え、超えた。下手くそって言われる。うまいかい。一番最初はあれですね。初めての挑戦で焼き印を若干焦がしてしまった高橋さん。2枚重ねて
か2階からちゃんと見たわ。そうやな。こんなちっちゃいのに1000円。こんなちっちゃいの1000円。それで1000円。何枚？2枚やろ。2枚で1000円。高いな。100円かからへんかったよ、これね。100円かからへん。なんか、カレーでもないぞ。どれ？カレーともふにゃもないし。ほら。何かって、あ、焼き芋の仕方がうるさいってどういうことだ。焼き芋の仕方がうるさい。めっちゃ弱い。もう食ってみなよ。あ、手に垂らしたぞ。あかん、あれやる下品。上野さん、おいしいです。ありがとうございます。素手でカサカサ回ってるからね。おいしいですね。バターのやり方使ってみた。こんなん作ってみたいけど買いませんか。簡単よ。買いませんよ。簡単よ。簡単よ。わかるしね。あの、うまい塩粉作らんの、作らんのちゃう。ホットケーキの粉や。ホットケーキの粉で塩粉作れます。塩粉、塩粉メープルシロップやんか。カルディでここで売る。絶対ちゃうだろ。いや、メープルシロップは作らへんやろ。天然からやっぱメープルシロップは手作りじゃない可能性あるけど、カナダから直接取りに行ってカルディでこうでも、カナダ行かな、業務スーパーかお前。やつやねんな。意外と業務スーパー使ってる店多いで。蒸し方うまいけど、前焼き鳥屋のおっさんな、業務スーパーで焼き鳥のタレめっちゃこぼとったもん。めっちゃ悪い。店で使うやろそれ。もちろん、うん、どうか言うなよ。業務スーパーで行った。スーパーって言った。スーパー、業務なんでも天然かも使う。うん、業務でしょ、使う。一人でホットケーキ家で焼いてるんですね。焼いてます。で、自分で食べる。お客様、美味しかった。でも時間があるときにお腹空いたなと思ってた。で、今日のあっちゃんちの晩ご飯、この辺で終わりに、この辺で終わりにしたいと思います。唐揚げ、フグの唐揚げ、フライドポテト、あと大根サラダと、赤もくとわかめのスープ、良さそうやなと思ってくれたら、高評価をしてくれたら嬉しいです。で、またあっちゃんのキッチン見てくれるっていう人は、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。